みなみなさま、こんばんは。こんばんは。やっほー。改めまして、私たち純白アイドルサメです。よろしくお願いします。やってきました、定期公演です。はい、今日の意気込みを木下さんどうぞ。木下さん出た。でも今日なんか、あの前回の定期公演までは結構夏恋しいみたいな感じでやってたんですけど、今日から多分なんかちょっと衣替え感があります。今日の定期公演感確かに、ね、曲的にね。そうなの。確かにちょっと秋の始まりをちょっとなんか茶色とかオレンジとか、黄色とかのイメージだね今日。そうなの。なんかセットリスト見てそんなこと思ったんで、ちょっとみんなでね秋の始まりを楽しんでいきたいなと思います。OK、 楽しんでいきましょう。はい、じゃあやーちゃんから。はい、簡単に自己紹介を。あ、びっくりした。次は何を言わされるんでしょうかと思って。はい、やーちゃんこと小林結衣です。ありがとうございます。今日ね、私人生で初めてケバブというものを食べましてですね、ちょっと新たな大人の一歩を進みました。今日もよろしくお願いします。ケバブ食べたら大人なんだ。いや、新たな一歩じゃん。はい、みすゞこと西園みすゞです。なんかね、私昨日一昨日ぐらいかな、秋服を買ったの。いや、よかった。そしたらなんかすごい秋が楽しみになっちゃって。よかったじゃん。なんで秋も仲良くしていきましょう。よろしくお願いします。はい、セニョンこと新原瀬乃です。ありがとうございます。なんか最近寒くなったなと思ったら、なんか今日とか昨日とかすごい暑くて、分かる、ね、もういいよってなってなってる。もういいよってもう鬱陶しいよってなってるんですけど、ちょっとそのモヤモヤを今日はライブにぶつけていきたいなと思いますので楽しんでいきましょう。お願いします。じゃあ、はい、もみりんこと野々美です。ありがとうございます。もうすぐ、あ、なんて、なんか言った、なんかもうすぐ9月も終わり頃。そうだね。そう、なんかあっという間だねって思って、もう残り1年も少ないですけど、もう2020年になるでしょ。まだ気が早いけど。でも皆さんとね、季節ごとに楽しんでいけたらなと思います。なんかめっちゃ笑ってない？どうしたの？いや、なんか友達でも来てんのかな。なんか言うたとか言って。なんか多いそうやったね。皆さんと楽しんでいけるいけたらなと思いますので、今日もよろしくお願いします。はい、綾菜こと木下綾菜です。ありがとうございます。ちょっと前にね、私髪の毛若干染めたん、若干っていうのも変だけど、ちょっと染めたんですけど。そうだね、なんか告示してたもんね。告示。あ、そうそう、ライブでね、お知らせしとった、ね、言ったんですけど、ほとんど気づかれなくて、でも最近やっと髪の毛洗ってたら、いつも洗ってるんだけど。そうだよ、最近やっと。ちょっと語弊があるからね。いつも洗ってるんだけど。髪の毛洗ってたら洗ってたら、ちょっといい感じに落ちてきて、よかったじゃん。そう、よ、適当だよ。今日会った時に思った。髪の毛明るいなって、落ちたな。そう、ちょっといい感じの着てきたの、落ちてきたので、ちょっとテンションが上がってるんですけど、今月はね、あんまりさんみは対バンライブとか少なくて、ちょっと定期公演で会えるみんなに会える一回一回がとっても楽しみなんで、最後まで楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。よいしょ。自己紹介からめっちゃ喋るやんと思った。喋りたく思った。今日配信もなんか最近のエピソード話してたからね。みんなで。確かに。あ、ごめん、ケバブの話から。ケバブの話。緊急報告や。まあ、たまにはね。今日ちょっとさ、配信もあったりして、配信で見てる人もいると思うんだけど、なんかそういう人でも楽しめるような曲が結構多いかなと思うんで。そうね。続いての曲はね、結構私はね、ここに来てだいぶ上位に好き。上位なんだ。そう、なんかね、かっこいい曲なんだけど、曲調は、うん、でもなんかね、歌詞はすごいあったかい感じなんで、うんうん、